皆さんこんにちは。どんぐり教員セミナー、今日は事業デザイン基礎の10回目、対話型事業とはということでお話しします。前回ですね、非一斉型事業についてお話をしたんですが、いろいろな形式のものがあるということでした。今回はその中で対話型事業に注目してお話しします。対話型事業で、最も有名なものはハーバード大学のサンデル教授の、白熱教室、こちらですね、対話型事業になっています。大勢のですね、学生に対して、対話をしながら、事業をダイナミックに進めてまいります。この時にですね、要求されるスキルなんですが、緻密な事業デザイン、そして豊富な知識を持っていなければいけないのに加えまして、高度な対話スキルというものが要求されます。ではそもそも対話とはどういったものなのでしょうか。よく比較されるのが討論と対話と会話ということになりますので、この表をもとにご説明します。まず前提なんですが、討論の場合には正しい答えがあるという前提で行っていきます。それに対して、対話の場合にはそれぞれ良いアイデアを持ち寄ってですね、その中に解決策があるという考え方をします。会話の場合はいつ誰が何を言っても構わないという前提があります。目的なんですが、討論の場合は結論を出すということですね。これに対して対話の場合は個人や集団に気づきをもたらすことになります。そして会話の場合は関係性の維持ということになります。次に聞き方や態度の特徴なんですが、討論の場合はですね、相手の弱点を見て反論をしたりですね、自説がいかに正しいかということを、どんどんこう主張するという形になります。それに対して対話の場合はですね、相手の主張、なぜそう言っているのかとかですね、相手の真意をこう探求すると、そして、時に沈黙があったりとかですね、対立があったりするわけなんですが、それを恐れずに、探求していくという姿勢が大事だと言われています。そして評価なんですが、討論の場合は相手の立場を批判したり自説をですね、肯定的に扱うということが多いんですが、対話の場合はですね、全ての立場、さまざまな視点を見て最善のものを模索するということになります。ですから A 案と B 案どちらというよりはですね、両方の良さを兼ね備えた C 案を作るといった感じです。結論ですが、討論の場合は自分の立場を是認する、肯定する、あるいはじゃあ投票で決めましょうということになります。対話の場合はですね、新しい選択肢を見つけようというふうに、していきます。さて、対話型事業のメリットなんですが、正解のない問いに対して、思考を深めるということ、それから自分の価値観や思考のフレームから抜け出たですね、新しい視点を獲得できる。そして、対話に慣れて価値観の違う人とスムーズにコミュニケーションを取る、これはですね、多様化するグローバル社会において必要なスキルと言えるでしょう。対話型事業の課題なんですが、教員自身の対話力やファシリテーション能力というものが問われてきます。またそうした訓練とか学習機会が、現在のところは少ないので、そういったことが課題です。そして、話している内容は当然ですね、発散していく場面がありますので、落としどころが見定まらないというケースもあります。ですから正解が分かっている問題に対して問いをかける、対話を、かける場合には誘導的になってしまうという欠点もあります。ではどんな場面で使うと効果的なんでしょうか。例えばちょっとした生徒の質問のやり取り、こういったところに対話の要素を使う、あるいは社会で社会の問題を討論させるときに、唯一の正解がないといったような社会問題ですね、こういうときに対話は有効です。また理科の実験内容の結果を予測するときに対話をする、あるいは、他人の意見やそれから表現方法の違いなどを発見してもらいたいと注目するというような時に、多様な表現方法に触れるという場面を作りたい時には有効かと思います。今回は対話型事業とは何かということについて概要をご説明しました。 OK